ファットレコーズ25周年おめでとうございます。おめでとうございます。ハイスタンダードです。つねちゃん、つねちゃん、ハイスタンダードです、ハイスタンダードとして11月23日に幕張メッセで行われるファットレコーズファットレック4 25 years ファットレックトファットレックト4。あ、なるほどね、過去形なんだここ、まあ、トンチ聞いてんなさすがにね、ねえ、うん、出演します。失礼します。で、あのハイスタンダードはこうやっぱ日本代表としてヘッドライナーを任されました。で、いろいろ経緯があってマイクからね、俺たち3人に CC でメールがあって、で、もう僕たちがどんな状況であれノイフェックスの前にやるのは嫌だって常々言ってたんですよ、うん、なんだけどそれを知ってマイクは君たちはそうだっていうのをよく分かってるけど今回ばかりはヘッドライナーをやってくれって言ってやってくれっていうかもう頼んだよみたいな感じだった ね、うん、ちょっとあなたたちうるさいわよ。なんかなんか聞いてもらうんだから聞きなさい大事なとこそうそう、あの本当は仕事しててくれて全然いいですよそうなんで、あの僕たちヘッドライナー今回は本当にノイフェックスの後でやるのは、うん、なんつうかね、なんかね、うん、嫌だとは言わないけどすごい嬉しいんだけど、でも、うん、いろんな気持ちを持って受けました。受けます、うん、だけどね、俺たちの後にそうだそうだそう、うん、なんとノイズフォアネームの、うん、トニー・スライトリビュートトリビュートステージっていうのがあります。あります。いろんなその日の参加バンドの人たちがいろいろとっかいひっかいでノイユースの名曲をバンバンやるんですが、なんと僕たち3人でつねちゃんさつねちゃんつねちゃん3人ハイスタンダードで何曲か演奏します。そこのステージでも、でボーカルが誰になるか、うん、何曲かあるわけだから2曲あるんだったら2人別々のシンガーにねお願いしたいよね。そうだね。3曲あるんだったら3人のシンガーにお願いしたいですよね、うんうん、そう、そういうステージもあるので、うんうん、楽しみだね、うん、それをなんで今日ね、うん、あそうバッチリ見て帰って見て帰って、うん、そう、うん、ね、祝いましょう、うん、ね、そうね、そう、あと今日これ録画している今日、うん、11月4日がトニーの誕生日だということで、ああ、ね、そう、トニーお誕生日おめでとう、おめでとう、うん、健康で聞いてくれてるといいけど、うん、生きてたら何歳かな、トニー。56？ ね、これ、健康と同じなかったじゃ8歳ぐらい。8歳、8歳、8歳ですね、トニー、ね、生きてたら。トニー亡くなったのが、もう12年だから、もう3年前。5歳で亡くなったってことに。笑うとこですよ常どこ行くの。11月23日、うん、幕張メッセでみんな会いましょう。会いましょう。待ってるぜ。待ってるよ